釉薬を塗る前の皿が並んでいる中央がくぼんだ。皿トルコの絵ザラザラとは浅く平たい形状の容器。一般的には上面が広く開いている食器のうち浅く平たい形状のものを指す。深い形状のものは鉢、中間的な形状のものは皿鉢という。形としては円形のものが多いが四角や細長いものなどがあり、いずれも周辺が多少とも上に上がっていて、 食品を収めるのに都合よくなっている。皿は料理を乗せるものとして最も基本的なものと考えられる。形は様々で汁気の少ないもののためには浅いものを、汁気の多いもののためには中央のくぼみが比較的深いものを使う。スープのためのスープ皿もある。お椀もいわば特殊な皿である。食器洗いのことを往々にして皿洗いという。 料理を盛り付けるための比較的大きな盛り皿と自分用に分けて取るための取り皿とがある。さらに、醤油や薬味などを入れて用いるためのもっと小さい皿もある。また、西洋料理のテーブルセッティングでは、客人のテーブルに座るべき位置を示す位置皿が置かれる。なお、絵が描かれた皿を絵皿ということがある。高級なものは鑑賞用である。そこは、 一般的に戸尻と呼ばれるが、高台と呼ぶのは正式である。材質には、通常を陶器、磁器、木、ガラス、プラスチック、金属などが使われるが、使い捨てのものでは、発泡スチロールや紙製のものも見られ、一般に利用されている。皿に持って出す料理を、皿と呼ぶ場合もある。料理の品数の単位として皿を使う場合もある。また、食器の皿に似た形状のものも、 皿と呼ばれる。例えば、はかりの皿、膝の皿など、ありがとうございます。